カスガ作り、左が、正面平岡神社。カスガ作りは、日本の神社建築様式の一つである。カスガ大社に代表されるカスガ作りは、出雲大社に代表されるおこそ作りと同様に、切り妻作り、つまいりであるが、屋根が曲線を描いてそり、正面に、肩流れの日差しを付したもの。日差しと、大屋根は一体となっている。屋根のそり、 彩色など、寺院建築の影響を受けている。かすが作りの形式は、霧妻作り、つまりであり、屋根には、大こそ作り同様の優美な曲線を持つ。屋根吹き材はかや吹き、吹き、ひわた吹き、どういたきなど。霧妻作りの破風を正面に向け、破風の内側は、かけ魚などで装飾される。屋根状には、ちぎ、カツオギが付けられている。 手前に伸びる後輩の勾配はきつくなく、優美な曲線を描く。三車柱は円柱、後輩柱は角柱とする。三車正面の柱間が一軒のものを一軒車、瞬日作り、三軒のものを三軒車、瞬日作りという。正面中央の一箇所に、観音開きの扉による開口部が設け、その他は板壁とするのが普通である。周囲に円を左右後方に、 脇障子を設けることが多い。大こそ作りと同様に、通風性を重視した床が高い構造。ありがとうございます。